さあ、我々のこの検討チーム、火力がね、あまりに足りないんで、ネクロマンサー入れよう。さあ、このケイリかな、こいつは強いぞと。まあ、知力依存のスーパー技があって、呪われたユニットに対するダメージが高い。まあ、両方そうだね。で、呪いはこの苦しむ人なので、これ2人がセットになってくるんで、入れるとすると2人入れないといけない。で、これは戦闘開始時ボーナスの力、欲しいのは通常攻撃は力だけど、この一撃にかけてるんで磁力系。剣闘士の死後、敵の剣闘士は最大の健康の 20% を失いますと。まあ、これもいいんじゃないかな。これこうかな。力じゃないのね。これでいいか。で、苦しむ人入れるのちょっと難しいかな。これ良くないね。まあまあまあ、最初なくてもいいや。とりあえず、まあ一応出せるようにはしとこう。お、いいもの増えてんね。力と速さは騎士にあげるべきかな。まあ買ってもいいか。よし。で、騎士一人売っちゃってもいいかな。売ろう。さよなら。よし。まあ、あんまりね、いっぱい入れてもしょうがないし。まあ、二人いたしね。さあ、では、新しい戦闘で、いきますか、ブラインドファイト。さあ、前回新キャラが一応編成からアウトしまして、このね、普通のアマさんを入れてます。ドルイドはちょっとタイミングを見て使おうかな。で、ウォルグとりあえず5レベルにしたいんで出しましょう。で、ケイリーは知力26で390ダメージ、結構高い。火力系がいないんでね、我々のチームには。まあ、範囲なんでこれは結構強いかな。で、呪いがあればもっと強いから、育成でも3レベか。しんどそうだな。騎士にするか。頼むよ。チームロック。あ、これはいけるね。近づこう、近づこう。いよいよ。召喚なんでね。よしよしよし。ワンちゃんワンちゃん、狙いがよく分かんないけど。さあ、16レベルのモンスター、ある程度長期戦にしたいんで硬いキャラが欲しいかなと。さあ、それを実現する回復パーティーをね、構成する。これ破壊できないんだよな。さあ、やれ。あ、やばい、ちょっと良くないイベント発生するかもしれない。とりあえず今イベントなし。速さ20。おお、速さ20か。ああ、これお金増えてるの、今のやつだよね。よくないやつじゃないかな。こうかな。体力少ないけど、まあ、なんとかなるか。盾張ろうと思ってるんでね。さあ、じゃあ2対2、あ、小数対1いこう。小数という名のね、3対4対3対かな。大体が1人と。普通にいじめなんですけど、あ、4体。あ、でも強いね。あれやられるかもしんないな。
盾を張ろう、盾を。あ、間違えた。おー、ナイス。やばいよ。よし、オッケーよ。よいよいよ。いやー、もう3回やられる。うわ、貫通。あ、ナイスナイスナイス。自分を回復してくれ、自分を。ナイス。だいぶ危ないけどね。クリリックは前線の戦いにおいてはいいんですけど、ちょっと不安が残るなと。そういえばスタミナ足りないんだよね、みんなね。俺ワンちゃんが盾で突っ込んでいく。もう反乱。うわ、これ負けそうだな。行ってみるか。あのインプ強いんですよね。4体か。オーロック確定の経理行ってみるか。ここでウィジン経理使っていいよ。それアイテム使いましょう。ドン。おい、強い経理。これがまさに読み合ってるか分かんないけど、管理的なね。メネイ、ダンクス。こっちかな。いや、強いね。まあアイテム使ったっていう前提はあるけど、買っとこう買っとこう。ここ一番では絶対で、経験チャップも買っとこう。あ、力めっちゃ上がるね。力、あ、ワンちゃん、ワンちゃんあげてみるかな。ワンちゃんの斧打って、新しいね槍。さあ、ここで火力アップ。まあ、最初盾で張って突っ込んでいくんでね、ヘイトを集めることができれば極めて強いと。農民が反乱軍を古代人にかくまってるという噂を聞いたと。ご存知ですか。俺はしますよ。知ってますよ。 you are a re- はいはい。人々の評判が下がるのかな。愛おしいですけどね。高そうですけど、だいぶ。あ、違う違う、そこ買わないと。Some of my... あ、安い。あ、ここも安くなるんだね。これはいらない。知力が上がる。あ、変わんないね。普通のでいい、普通ので。じゃあスタミナが下がると知力が下がる。そんなスタミナ使わないっしょ、こいつ。あれ、いいんじゃないかな。ただ、すぐは使えないかな。ちょっとね、アイテムもなかなかないし。さあ、2体ね。ちょっとウォーロック行ったんや。ここで行くか。ちょっと、レベル上げよう。ドン。強い。この二人は将来の火力候補。まあ現在でもそうですけど、もっと伸びないと。いけるかな。一体増えたけど、やめとこう。Venturing... My workers have discovered an... まあ時間あるしいいでしょ。なんかちょっとやっとこうかな。アップグレして経験値もね増えるはずなんで。ワンちゃんはあげらんないんだね。じゃあママさんあげようかな。木がないか。で、賃金は141。今後のアップデートでこれ増えるよと。どんだけ続くんだろうね、アップデートも。さあ、1対1か。誰がふさわしいんだろう。まあこいつで殴るしかないな。ほら、よしよしよし。一方的。これ強いよ、この戦略。さあ、進めよう。もう闘技場行こう。
さあ前回レベル上げしかしてないんでね、スモン寺へ。お金給料払ったよね。よし、この2つをプレゼント。ああ偉人だな、出し方としては。2つね、ケイリとこいつ。レベル足りるかな。まあ足りてるんだろうけど、とここは人数で経験値も狙いに行こう。これ回復がうっとうしいね。でワンちゃん突っ込ませるか、とりあえずこいつ、こいつの力でどうにかしよう。おお、ちょ、抑えるか。この魔法で抑えよう。で経験値をこいつにあげて、よし、ドーン、耐えるか。よ、ワンちゃんが後ろにやってくれてる。はい、誰も死んでないね。オッケーオッケーオッケー。さあこいつのパワーをどんどん上げていこう。スタミナもちょっと上げとくか。結構上がるからね、不足しがちだし。あー右の答えにしよう。6体、ね、でも15レベルなら結構経験値になるんじゃないか。ワンちゃんが裏を行く。あとは、あとはもう回復、回復フォーメーション。あーでも呪いも欲しいか。さよならクリック。た苦しむ人はダメージはシャドーボルトがあると。あ違うな、保護する。あ盾か。あーいいねいいねいいね。火力がやばいな本当に。あーあれ盾だ。ナイス。さあケイリの一撃。ワンちゃんやばいかな。ナイス。ウォーロックさちょっと遅くないか。ちょあえてここ体力とか上げていこう。視力とかね、装備でなんとかなるしね。あ、このワンちゃん一掃しよう。ワンちゃん一掃キャンペーン始めよう。めっちゃ上がる。あ、経験値ポーションのおかげかな。はい、使っていこう。この、このフォーメーションね。いや、呪いもでも強いしな。どうしようかな。ドリード。ドリードそんな抜くか。よし。いいね、これはいいぞ。こいつはちょっとスタミナ上げて、知力、体力めちゃくちゃ低いなちょっとこれまずいんじゃない。さすがに低すぎるよ。ちょっと透明にしよう。ここで即死がないように。まあ魔法が飛んできたら死ぬけどね。12レベルウォーロック面白いな。あ15レベルウォーロックよりこっちにしよう。レベル高い方がね、倒した時の経験値がいいでしょ。でまとめて一掃するキャンペーンを展開し、あでも召喚が結構来るから、召喚対決するならウォルクさんレベル出した方が面白いけど、ドリーダ今回多分機能しないですね。騎士にするか。ここは安定の。ワンちゃん頑張って。あれも倒せる倒せる。よし、強いの召喚する前に倒したから、めっちゃでかい。ワンちゃん強いね。ワンちゃんとにかくダメージ、力、あとスタミナかな。力武器 でこの盾が6秒間あるんで、できる限り突っ込む。経験値左のどっちか、こっちの方が強いかな。トータルのレベル的な難易度というかレベルでいきたいね。あれも11、12で44の平均的にこっちの方が高いかな。右はちょっとね、低そう。まあ、経験値の絶対量でいこう。ここは。ワンちゃんが突っ込めば OK。で、これがね、今までね、できなかったこのカバーですよ。崩壊していた後ろ、これをね、支えてくれると。ドルイドなぁ。この子がいるとね、盾もで展開されるから別にいらないっていうところで、騎士なのかクレリックなのか、
あるいはもう、まあ、6体制ならもう一つ攻撃キャラ入れてもいいですね。あ、抑えに来てる。倒して倒して倒して、よし、でかいでかいでかい。ワンちゃんあれ魔法とか食らってもいいもんね。最初は強いがすぎるよ。体力でいいか。移動とか上げた方がいいかな。ああいいね、集団戦か。右も面白いな。5人か。レベルで言うと全あれ真ん中の方が高いか。97、こっち9以外低い。左弱すぎないかにしても。あ、いいね、いいね、いい横の集団戦。ワンちゃんが微妙だね、今回は。ちょっとあんまいなくてもいいかもしれない。誰狙うのって話になるからね。こうクレリックでいきますか。経験値上げましょう。ドン、スタート。クレリック回復。よし、盾が手堅いね。あ、これは右行こうか。人数レベルともにいい感じ。8レベルいるしね。さあ5体制か。とりあえずまあここは手堅く、この回復2人、生と闇の回復入れる。このフォーメーションでクレリックはこの中の探偵感もたらしてくれるね。ああ、それいらないか。これ完成か。よし、いけ。いよいよ。ワンちゃんが耐えてる間に召喚をしていく。ああ、そっくりいくか。よし、ナイス。強い。圧倒的じゃないですか。ネクロマンサーから買ったキャラで無双するっていうね。もうずっといたかのような安心感。よしよし。でさらにスロットも増える。力の槍が来た。あ、この子持ってないんだ。誰がいいかな。力ね。クリリックは盾なら力あるけど、まあ騎士かな。装備もちょっと刷新していかないと。さあアタッカーが揃って、ここは苦しむ人とのコンビ、結局まあこういうとこになってくると。でこれね、盾がついてしかも敵のステータス下げる、強いと。でこいつの、ね、範囲600ダメージ、これが強すぎる。で何いけんの。こう魔法使いてもいいかもしんないね。迫ってくる敵をこいつが一掃するっていうフォーメーションで行かしてもらってるんで、魔法使いとか相性良さそう。氷な。パイロマンサーもいいね。ちょっと魔法使いとりあえず開けとこう。